木岡さんに自爆の手紙を依頼していたのです。大量に作れる固い油分とは違い、一品もの大きな
円でおよそ5000円で、壁掛けとして売られています。実用品ではなく、優秀な設定を買っています。あ、今、手を入れるのかかる感じで、スタートされているのです。この博物館で、日本の工芸品を担当するルパートさん。京都を訪れた時に、永楽屋の手縫いを気に入り、取り扱うことにした。井上さんはそう考えていたんです。